信信弘です。その名は川の川と。名前は福住信弘です。自分のその住んでいる世界とか価値観の中だけでこう収まってしまう世界っていうのはあると思うんですけど、多分もしかしたらそうじゃなくて、もしかしたら自分が感じたり考えたりするだけじゃない世界っていうのがあるかもしれないって思えることはすごく大事だと思うんですよね。でそのもしかしたらそうかもしれないって思うことが、あの自分とは違う人を理解したりとか、あの理解したいと思ったりすることにつながるんじゃないかなって思います。それは言葉のことだったり文化のことだったり感じ方だったり、もしかしたら条件とかいろんな社会的な、スタンスの違いだったり、いろんな意味でのことだと思うんですけど、それをそこマイナスなことっていうふうに考えなくて、何かこう自分のこうモチベーションとして前に進んでいくような形で考えられる作品ができたらいいなって思いますね。作品を作ってるというよりは、なんかまあこういう街あるよねって、まあ、僕がまず住んでて、こういう人も住んでて、こういう人も住んでて、でその中で、あ、この街がどういうふうにしたら、この街で過ごしてたら快適で楽しく過ごせるんだろうかなっていうことを、あのこの作品を通して、より考えていくようになったというか、まあ、だから今回たまたま、まあ、この町の町内会長みたいなことをやってるけども、あのそこに、いろんなことを勉強したり研究してる中島さんみたいな人もいれば、なんかこう電気屋さんなのか技術者なのか分かんないんだけど、もしげ先生みたいな人もいたり、でちょっとなんかこうその辺でこういい気分でいつも酔っ払いながらこうギター弾いてる西川さんみたいな人もいたり、そこになんかゲハートみたいなドイツ人も住んでたりっていう中で、じゃあここで過ごす身近な生活をこんな風にしたいなっていうような気持ちにどんどんなってます。まあ、いろんな見方ができるっていうことが、まあ、重要かなと思っています。何かこうテクノロジーが持ってる変換の力とか、そういうものがあのこういう見方もできるんじゃないかっていうのをこう自然に促してくれるんじゃないかなというふうにちょっと期待しているところがあって、じゃあこういう技術を持ってきました、それを入れますっていうよりも、やはりじゃあそれを何のための技術なのか、何のための、まあ、新しい表現方法なのかっていうのを、まあ、一生懸命考えて、そのプロジェクトに関わるいろんな人たちと、まあ、それこそ話し対話をしながら、まあ、その中でじゃあ技術が力を発揮できるにはどんなことがあるかな。 Yeah, we are working now for almost 2 years in this performance, and we are meeting, we met 3 times and to develop this performance, and we are very very luckyto go to Kyoto, to the Kyoto Experiment Festival to present our performance there. Mal sehen, wie euch das Stück gefällt. Estamos en fase 14. Kapai.